皆さんこんにちは。再発させないを目指す歯科医師の秋元です。インタビュアーの井原氏です。はい、今日はちょっと私個人的になるんですけども、はい、気になることを、はいはい、いくつかあるので、お伺いしても大丈夫ですか？はい、お願いします。はいはい、最近よく、街中だとか、はい、例えばネイルサロンとかで、セルフホワイトニングやってますとかっていうのをよく目にするんですけれども、あれはホームホワイトニングと、どう違うんですか？あ、なるほど。今結構ね、やってるとこ多いですよね。で、あとまあ、そういうサロン系で一緒にやってるのもあれば、セルフホワイトニング専門の、なんか、なんですかね、まあ、ホワイトニングサロンみたいなですね、っていうのもこうあったりしますよね。ここの近くにも、確か何ヶ月か前かな、そういうお店ができたんですけど、まあ、それの、まあ、効果とかね、安全性とかね、まあ、そのあたりはちょっと気になる方いらっしゃるかもしれないですね。まずですね、大原則として、クリニックで行う、ね、ホワイトニングって、そこの医院の中で、薬剤になって光とか当てるような、オフィスホワイトニングという方法と、あと、専用のマウスピースを使って、中に薬剤を入れてね、トポトポはめるホームホワイトニングという2種類あるんですけども、どっちの種類にもですね、当たり前なんですが、歯を白くする成分が入ってるんですね。二酸化尿素とかですね、それ着色を溶かす着色を打って、タンパク質なんですけども、そういう有機物を溶かす薬剤が含まれてるんですね。で、ただですね、これは医療機関だからこそ扱える成分なんですよ。で、なので、医療機関でない、それこそネイルサロンとか、ホワイトニング専門の、医療機関でホワイトニング専門っていうところもあるんですけど、でもそうでない、セルフホワイトニング専門店みたいなところはですね、同じ成分ってやっぱ使えないんですね。で、なので、効果が限定的であるというのは、これは間違いないと思います。で、効果がないかっていうと、全くないわけではないと思うんですね。よく入ってるのが、ポリリン酸とかですね、歯の表面を、きれいにする成分が入ってて、例えば表面についてる茶渋とかですね、いわゆる表面についてる着色ですね、そういったものを取ったりとか、あとは、その後そういった着色成分、汚れとかがつきにくくなると言われているような、そういう成分が入ってはいるようです。で、なので、ホワイトニングも、2つの段階がありまして、まず第1番目は表面についている着色を取るという部分と、それで歯本来の白さにするっていうのと、あとは、歯そのものの白さを白くする、要は内部を白くすると、2段階あるんですけども、医療機関であるクリニックであるホワイトニングは、その両方ですね、行いますが、ホワイトニングサロンとかですね、他のネイルサロンとか、美容室とかでやってる、ホワイトニングは、その第一段階の部分にフォーカスしたものだと捉えていただいて、なのでもちろん効果はないわけではないんですけども、せっかくやるんであれば、医療機関で、ちゃんとした成分を使っているホワイトニングの方が、望んだような効果が出るんじゃないかなというふうに思います。で、あとはですね、安全性っていうところは、なんとも言えないところではあるんですけど、なんていうんですかね、これは危険っていうわけでは決してないんですけども、何か薬剤が漏れたりとか、飲んじゃったりとかですね、何かしらのトラブルが起きたときに、誰の責任になるんだというところがありまして、で、なのでね、セルフホワイトニングっていう形で、自分で自己責任のもとでやりました。で、トラブルが起きても、場合によってはね、あなたの責任ですみたいな形になってる可能性もあるので、そんなにね、危険な成分っていうのは、医療機関じゃないんで使えないんですけども、何か、使用法を間違っちゃってトラブルが起きた時に、責任を取ってくれないという可能性もあるので、安全性という面でもちょっと心配なところはあると思います。ただね、これだけ、いろんな業種で取り入れられてるっていうのは、やっぱり皆さん歯の白さっていうのは、興味があるところではありますよね。なので、まとめとしましては、決して、歯科医以外でやってるホワイトニングは効果がないというわけではないんですけども、せっかくやるんであれば、効果が出やすい、歯科医医療機関で行うホワイトニングの方が、私はお勧めいたします。では今日は、以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございます。